トーマス・ヘザウィックはイギリス・ロンドン出身のデザイナー、三次元デザイナー、b オブザバン、マンチェスター工科大学、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで 3D デザインを学ぶ。卒業後、1994年にヘザウィック・スタジオを設立。2006年に英国の王立芸術協会より最年少で王室工業デザイナーに任命される。 2010年上海万博の英国パビリオンや2012年ロンドン五輪の聖火台などが有名。テレンス混乱郷から現代のレオナルド・ダ・ヴィンチと称された。ザ・ローリング・ブリッジニュー・ルート・マスター・ハドソン・ヤードに建てられたベッセル2012年ヘザー・ウィック・スタジオデザイニング・ザ・エクストラ・オーディナリー2015年ザ・ニュー・ブリティッシュ・インベンターズ インサイド・ヘザーウィック・スタジオ・エキシビジョン2012年、トーマス・ヘザーウィック、メイキング・パブリッシュド・バイ、テームズ・アンド・ハドソン。ありがとうございます。